どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、2年待ちました。いろはもみじ実装2年待ちました。2年も待ったら、それはもう熱かった恋も冷めるよっていうね話なんですけども、いろはもみじくんが実装されまして、まあ、このモンスターを今回は早速悪用していこうと思います。このモンスターね、あのバトルオブカオスっていうパックで実装されていたカードで、2年前のカードなんですね。で、どういうことするかっていうと、まあ、なんか悪用されるからなんかもう実装されないと思ってたんだけど、なぜか実装されたんですよね、これ。このカードが特殊化に成功した場合、属性を1つ宣言し、フィールドの全部の木星を、全部の全ての、表側表示のモンスターを、DNA 移植手術すると。はい。だから今回はこの、ま、マルチ番の効果を、完全に悪用しました。まあ、2番の効果もまあ相当強いんですけど、1番の効果を悪用しまして、ですね、何をしていくか、無限ノックしていきますまあこれ有名なコンボではあるんで、皆さんもご存知かもしれませんが、超熱血90っていうモンスターがいて、こいつは表側表示の炎属性モンスター墓地を送ると相手のライフに500ポイントのうんこを投げつけるっていう効果があるんですね。で、炎属性モンスターリリースする効果、これ一旦一度の制限がついておりませんので、まあ炎属性がいたらいただけ一生使い回すことができるということで、まあ、属性を炎に変えた上で無限に、コストとして供給できるこの、電話、これを、無限に蘇生して一生投げ続けるというこういうコンボになっております。で、一応ね、ほぼ一枚初動みたいな感じになっていて、一応ね、コンボパーツはスクラップリサイクラーにつながる反動、例えば、まあ、ラプターとか、化石調査とかエリアとかね、プラス魔法罠のカードどれかですね、まあ、要は悪かコスト悪カードでもギラザウルスでもいいわ、悪コストが必要、まあ、ワイバーンの、効果を使っていきたいんですけども、これコストはちょっとフィールドのカードを選んで破壊するっていう効果がいるので、なので、なんかその例えば、スクラップリサイクラープラスハンマロ待機とか、ラプタープラス化石調査みたいな、そういうハンドの時とかは大体いけます。で、一応相手の誘発を、ケアする方法としていっぱい積んでるのが、まあ、例えばハッカーナの致命傷マスターとか、まあ、リブルート、それがハンマロ待機。ハンマロ待機はね、対象に取れなくなるんですよ、効果の相手が自分のモンスターを。だからこれ使って無限保養とかエフェクトベーラーケアし、まあウララとかゾウジーはハカアナマス殺、ウララでケアで、無限保養は一応レッドリブートでもケアできるみたいな感じ。まあレッドリブートは打っても先行でワンキルするからあんま関係ないからはい、という感じのデッキになっております。まあそこそこ楽しいデッキかな。まあ他にもいろんなことができるんですが、とりあえずこのいろはもみじさんのパワーをね、皆さんにもお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ハンドなんか強そうハンド強そうなんだけど、これはいや、これハッキンレイウララ説あるな。結構ちょっと一回メインフェーズ1開始時にハンマド待機貼って、でこれ無限保養とエフェクトベーラーケア、これ全ての誘発をケアして展開を通していく激キモデッキなんで、でハッキンレイ発動でウララで、で増字って言ってきたらウララ投げればいいかなここでね、まあ、ここでは打ってこないか、まあ墓があるからなんとかなると思うんだけど、で化石調査発動で、これうらら打てない、なんかあるのかな、大丈夫かなこれ、なんまあまあ墓穴あるから、まあ増字は大丈夫ですね。やばいのはあとなんだろうな、やばいカードもうねえな、ハンマロ待機あるし、ハンマロ待機のなんかあんな、なんだ G か、なんか G くせえなこのチェーンで、リサイクラー召喚剣増えてるんで召喚、ちなみにハルウララは僕が自分で発禁令って言ったんで、ハルウララは今実質無効になっておりますはい、あ増字か、 OK、 まあ一応破壊あるわ。あじゃあね、今度逆に無限法要とエフェクトベーラーがケアできなくなりました。反魔導帯域を爆破しなければならないので、まあないでしょそんなに都合よく、そんな都合よくさ全部握ってるとかいうハンドやめてね。はい、でオライオンが爆誕してきて、でスクラップモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚をしてみよう。さあスクラップワイバーン、オッケー、でスクラップワイバーンの効果発動で、リサイクラーを爆誕させて、リサイクラーをそのまま破壊していく。でリサイクルが破壊されたのでスクラップアイバンの効果発動、スクラップモンスターを特殊召喚しながらフィールドのカードを破壊するので、ここで
これ破壊しなきゃいけないんだけどさ、ちょマジで、ちょ無限砲やめて、無限砲やめて。あ、オッケー、なんもねえわ、なんもねえわ。じゃあ勝ちだ。じゃあ勝った。スキルアップリサイクルの方か、正常としまーす。で、正常が墓地に、あ、つか生物があるので、リーブ21をリンク召喚できまして、もうちなみに一応必要ハンドはスクラップリサイクラー系のどれか、まあ、スクラップリサイクラーに通ずるカードプラスなんかあの破壊できるカード1枚ですね。魔法トラップとかです。はい。でゴーレムで特殊感効果増、まあ、ちょっといつも通りね、あのゼンマイムーブとかも一応やろうと思ったらできたんですけど、まあ、ゼンマイムーブってなんか他にいろいろできちゃって、なんかそのイロハモミジじゃなくてもいいなと思ったんで、はい、なんでちょっとイロハモミジである必要がある、ギミックにしておりますと。はい。で、世界流ジーランティスを爆誕させて、で世界流ジーランティスでもう一回遊べるドンします。もう一回遊べるドン。はい。ね、もう一回特殊召喚したら別のモンスター扱い、遊戯王はおもろいな。さあリサイクラーを特殊召喚して、リサイクラー君の効果をさらに発動していく。ジェットシンクロンからの、ジェットシンクロン効果で春うららとかいう、もう、発見霊されてるカードはいらない。なんでかっていうと発見霊化されているから。そして累球発動で、これでレベルを下げればいいので、累球から、下げる。でゴーレム効果リサイクラーで自分のフィールド上の特殊が OK でリサイクラー効果発動からのテレホン OK でアクセルシンクロスターダストドラゴン絡みつく時間振り切って、限界まで、ぶっ飛ばすために、史上最強のモンスターを爆誕させようと思っておりまして、墓地から、レベル2以下のチューナーモンスター、そうディフォーマーテレフォンを特殊召喚。さあ世界が終わるムーブ来たぞ、セカオアムーブ。セカオアムーブ来ました。で、ディフォーマーテレフォンの効果発動。さあテレフォンの効果によって自分の墓地からテレフォンを特殊召喚。 OK。 そして魔法使い族モンスターと地属性モンスターを、リリースしながらデーモンリーパー出してきて、でデーモンリーパーの効果発動、自分の墓地のディフォーマーテレフォンを特殊召喚。でレベル6シンクロして、なんか謎のスターダストチャージウォーリアーとかいう誰やねんおじさんだしーの、誰やねんおじさんだしーので、テレフォン効果発動しの、さあ皆さん今から何が起こるか分かりますか。今からですね、イロハモミジ賞をお届けしますよ。さあ奈良シンクロいけ、イロハモミジ。このモンスターは特殊召喚に成功した場合、属性を宣言しスピードのモンスターが全てその属性になる。属性宣言は炎属性。2年待ったぞお前、2年待ったかな。バトルボカースの方だから俺、これ2年前の話ですからこれ、やばいっすよね。でテレフォンとリサイクラーを使って、シンクロ召喚してハーストラして、でテレフォンの方がそう、自分の家からテレフォンを特殊召喚。うわ来た、テレフォンで無限迷惑電話編突入。無限迷惑電話編突入しました。あれです。でディフォーマーテレフォンの効果がそう、さあさらにテレフォンの効果によってテレフォンを特殊召喚し、炎属性チューナープラス、チューナー以外のモンスター一体でシンクロ召喚。あらあれよ、宇宙最強遠征光方針特殊召喚成功時、敵から炎属性レベル3モンスターを特殊召喚。あらあれよ、超熱血球児。超熱血球児は、炎属性モンスターをリリースすることにより相手の顔面に500ポイントの大ダメージを与えるという効果をなんと単一制限なく使うことができる。そして全てのモンスターは今炎属性モンスター。さあテレホンでテレホンを特殊召喚し、鬼のノックが始まります。超熱血球児による鬼ノック。鬼ノック始まりました。無限ループです。めんどくせえ、これあと11回やらないといけないの、めんどくせえ。
ちょっと飛ばさせてくれ。もう俺の勝ちでいいか。ちょめんどくせえこの作業。時間は大丈夫だ。125秒ある。さすがに。さすがにタイムレスコンボは、なくなり、ならなそうだから大丈夫。多分ね。はい、どうも皆さん。編集中の龍です。こんにちは。あまりにもノックが長すぎたので、早送りでお届けしております。そろそろ現場にお返しします。どうぞ。ちょ、もう腕疲れた。腕疲れた。指いかれる。これ。頭おかしくなりそう。対戦ありがとうございました。無限ノックはあの右手の人差し指がいかれるっていうことが分かった。ディフォーマーテレフォン、やばい。ディメンションダイス、やばい。ディフォーマーテレフォン最強ムーブ始まっちゃった。やばい。なんかこれテレフォン使えばテレフォン使いを呼ぶってこと、やばいことが起きたんだけど。あかんな、あかんねえ。テレフォンはあかんねえ、やばいね。無限迷惑電話編始まっちゃった。これはやばいっすね。バリテレフォンラドンはやばいっすね。どっちのタイプなんだろうな。あの制圧するタイプなのかな、ちょっとわかんないっすね。さあ一体全体ここからの展開はどうなるんでしょう。イロハモミジ君、なに誰？超熱血闇属性。あ、なるほど、闇属性の方、はははは、なるほどですね。はい、デュガレス効果。あー、なるほどね。終わったかな。やべ、こっちは炎、エンジンの構えしてるから、あっち漆黒の構えしてたわ。いろはもみじ、いろはもみじ1の方エンジンの構えしてたけど、こっちいろはもみじ2の方漆黒の構えしてた相手。あとプリンセスオームの方が800バーンだからちょっと早い。こっち500円空いてる画面に投げつけるだけなんだけど、あっち800円だから高速なんだけど。結構いろはもみじさん2年間も実装を待った結果、悪用しかされていない件について